ウラジーミル・コロコリツェフ、ウラジーミル・アレクサンドロビチ、コロコリツェフは、ロシア連邦の政治家、警察官僚。2012年5月21日から、ウラジーミル・プーチン政権で第7代ロシア、連邦内務大臣を務める。1961年5月11日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のペンザ州、ニージニーロ・ロモーフに、労働者の家庭に誕生する。 コロコリセェフ本人も長じて労働者となり、働き始め、トラック運転手を皮切りに地元ペンザ州の合犯工場、ブラスチスルーダの機械工などをして働いた。1979年に兵役につき、ソ連アフガニスタン国境警備の任に当たった。1982年に内務省民警に入り、モスクワ駐在の各国外交団の護衛任務につく。 1984年モスクワシュガガーリン地区執行委員会別動警備大隊の招待長に任命される。1985年にソ連内務省高級政治学校に入校し、1989年に同校を卒業した。再びモスクワの警察当局勤務に復帰した後は、クンチェボ地区執行委員会刑事部犯罪捜査部門勤務を経て、 モスクワ第20警察署副署長、第8警察署署長を歴任した。1992年に、モスクワ死刑本部刑事部、第2課上級刑部。1993年に、モスクワ第108警察署長。1995年に、モスクワ中央行政区、第2警察管区刑事部長。1997年に、 ロシア内務省モスクワ組織犯罪防止理事会第4、地域所長。1999年に内務省組織対策総局モスクワ州南東行政管区地域作戦調査ビューロー庁。2001年に内務省中央連邦管区作戦調査ビューロー第3課長。2003年に同ビューロー副局長。2007年にオリオール州内務局長に任命される。 在任中は、同州副知事のビタリー・コチュエフ、エゴール、ソシンコフと共に、地方行政を担当した。2009年に、ロシア内務省本省に戻り、刑事局第一副局長に任命された。2009年9月7日に、ロシア連邦大統領令により、モスクワ市内務総局長に任命される。2010年6月10日に、民警中将の名誉称号を授与される。 2005年に出した論文国家安全保障関係におけるロシアの国益確保で法学博士号を授与される。2011年3月24日に大統領令によりモスクワ市内務総局長を解任され、ロシア内務省モスクワ内務総局長に任命された。同時に警察中将にも任命された。2012年5月21日に ドミートリー・メドベージェフ内閣の内務大臣に任命された。私生活では、夫人との間に一難かずめがいる。英語とラテン文字化した場合の発音、税、172007千499172009税、2012年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ、2010年9月21日閲覧、ベースティ・ RU 72009、ぜいぜいはい、242011、350、ぜい、はい、ぜい、はい、ぜいぜい、はい、ぜい、はい、ありがとうございます。